3柱ぐらいであるんですけども、まあ、一つは、チームディレクターとして、まあ、この海外の遠征の、航空の手配であったりとか、まあ、ホテルの人との、まあ、連絡をしたり、あとはもうその協会であったりとか海外のスポーツエージェントを通して、まあ、その遠征の企画をしたりなどをしているのが一つと、アンダーアーマーさんが、第4スポンサーなので、それの、ウェアの発注や、納品プラスそのウェアの管理などをしております。で、まあ、最後に食事の面で、やっぱり選手が、まあ、海外遠征に行くと慣れてない部分が多いので、補食を持ってきたり、栄養士さんがいらっしゃるんですけども、その方と相談をして、まあ、あの選手に必要な栄養分であったりとかカロリーとか選手に食べやすいものを、まあ、どのようなものを持っていたらいいのかと相談して、やっております。ここなんですか？この辺のピクル。それね、ひよこ豆のなんかチックハマス。豆？東南アジア。東南アジアで。大丈夫でしょう。食事面っていうのはやっぱり選手が一番大事にしていることなので、まああのまあ、アウェイに行くとやっぱり常に緊張感があるようなあの雰囲気が見られるんですけども、まあ、いかにそういった食事とかで安心したものを提供できるかっていうのは考えているので、お味噌汁であったりとか、まあ、あのご飯物であったりとか、まあ、あの選手が日本でずっと食べ慣れているものを、まあのまあ、軽食の時であったりとか、まあ、大事な試合の日の前日とか、まあ、試合前とかに、提供したりしてます。まあ、あの外せないのが焼肉のタレなんですけど、お肉とかってこっちであの塩コショウのみで出るので、やっぱり味気ないっていう選手が多いので、もうこれをかけたらもう一番で満足して帰っていただけるかなと思います。されてますか？これがあるだけでだいぶ違うです。これかければもう何でも食べれるです。万能。こっちの別にどっちでもいいです。あれは誰が持ってるんですか？チームが。はい。それそれそれさえあればいいって。今マネージャーが全員のマネージャーが買いました。まあ栄養士さんと相談をして一番好評なのが、こういったそのアルファ米って言いまして、はい、普通のご飯1膳分のカロリーとか栄養が取れるっていうので、エビピラフであったりとか、ドライカレー。チキンライス、結構選手も飽きずに食べられるかなっていうのがあります。昼夜とほぼ同じメニューが毎日出てきたので、まあまあまあそこがちょっと大変だったかな。スタッフの方が持ってきてくれたご飯だったりも食べながら、まあ、体重もそこまで落ちず今できてるので、まあ、痩せないようにするっていうのが海外遠征一番ベストになると思うので、まあ、そこは気をつけながらやってます。まあ、あとはできるだけ美味しいドレッシングであるとかいいものを提供しています。はい、まあ、チームとしては僕が一人なんですけども、あとは日本バスケットボール協会 の、まあ、男子の担当の方も合わせて、まあ、3、4人ぐらいなんですが、まあ、チームとしてはまあ僕一人でやってます。一番大変なことって何ですか？やっぱりミスがないっていうのがベストで、まあ、例えば試合に勝ったり負けたりはすると思うんですけども、いわゆるホテルの手配であったりとか食事の手配っていうのは常にできていることが当たり前なので、やっぱりそれが完璧を目指してっていうのは常に気をつけてます。失敗してはいけない仕事になるのかなという、はい、僕がこの日本バスケットボール協会に働き出して、まあ、約1年半ぐらい経つんですけども、まあ、すごく仲は良くなってきてるかなと思います。拓也白米ないんだっけ？上にある。まあ、僕は今28歳で、まあ、同世代の人間がすごく多いので、まあ先輩後輩上下関係なく、まあ、一
一番マネージャーっていう仕事は、まあ、チームの状況とか選手の本音とかを知れるような一番いいポジションだと思うので、まあ、そこをうまいこと、コーチとか監督につなげれるような存在を目指しているようなサポートする側も全力でやっていきたいと思っております。バスケットライブ。